秋の味覚、松茸の話題です。大幅に遅れていた広島県内産の入荷がようやく始まっています。昨日、庄原市内の小売店に初入荷した松茸。例年より3週間ほど遅くなりましたが、地元で早朝に収穫した採れたてです。よかったよ。秋の香りがしてから。入荷を遅れさせた主な原因とされるのは、9月の厳しい残暑や少なかった降水量です。さらに昨日の入荷は3本だけ。予約販売で広島市内の客が購入しました。本当に笑いたくなるような嬉しいです。こうやってお目見えしてくれたことは、これから先につながると思いますので、お客さんにも喜んでもらえたらいいなと思いますね。一方、世羅町にあるこの販売店も、県内産が並び始めたのは先週から。例年よりおよそ2週間の遅れです。今日までに4キロ前後が入荷しましたが、去年の10分の1といいます。もうちょっと出てほしいなって気がします。自然なもんなんでね、どうしても自然に勝てないんで、吉野さんくださいって言われる人、やっぱりこう香りでこっちに導かれてね、来ておりますね。店には秋の香りを楽しみにしていた客も。香りが違いますね。まだちょっと値段がね、広島県産はすごい綺麗ですね。やっぱりね、なんか全然見た目も違いますね。かつては松茸の一大産地とされた広島県、地元産の収穫はこれからがピークということです。